こんにちは、金色玉三郎です。今日はフォールガイズやっていきたいと思います。で、今日はですね、今来てる衛星修理ミッションというイベントをやっていきたいと思います。衛星修理チームに加わり、サイレントを助けて衛星を修理し報酬を獲得しよう。ちょっとなんか言ってることはあんまよくわかんないんだけど、なんかミッションは衛星のパーツを回収する、この衛星修理ミッションっていうやつにショーに潜り込んで衛星のパーツを回収するっていう感じですね。で、多分一番難しいのが右下の衛星修理ミッションもクリアする、これを10回で、まあ合計600ポイントもらえて、全部600ポイント集め切ったら、このね、衛星修理用グローブっていうコスチュームがもらえます。この金の手袋ね、これかっこいいよね。ということで、これを今日はね、頑張っていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょうか。これだね、この衛星修理ミッション。衛星のパーツを集めてコミュニティ報酬を獲得し衛星を修理しようと。あ、報酬5、クラウンのかけら5個なんだ。めちゃくちゃ少ないね。ということで、どんな感じかやっていこうと思います。はい、20人でマッチングしました。ロールアウトですね。衛星のパーツすべて集め、スライムに落ちずにショーをクリアしろ。協力すれば誰でもクリア可能。協力、あ、これを集めるんだ。あ、で、これを25個集めるってことか。なるほどね。いや、でもこれちょっとなんか怖いな。落ちそうだけど。あ、なるほど。下に落ちないようにはしないといけないから。これ結構むずくない？普通に。普通にむずい気がするが。普通にむずくない？危ない危ない。これ落ちる落ちる。あー、これで7個ってことか。これで抜けたらどうなん？ 7 個集めたことにはなってんのかな。結構ギリギリのところにあるんだね。難しい。集めることに集中しちゃうわ。あ、で、集めたことになってるから、パーツを集めるのは数繰り返してりゃいけるけど、最終的にはクリアする。多分あれをクリアしないといけないんでね。25個集め切るってことをやらないといけないんで、難しいんじゃね？難しいんじゃね？二つのこと同時にやるの僕苦手だからね、落ちないようにしつつ、だ、普通のロールアウトをしつつ、アイテムを集めるってことか。ちょっともう一回チャレンジするわ。はい、今度は、ジャンプクラブですね。で、これね、ファイナルラウンドって書いてあった。だから、これクリアしたらもう優勝で、クラウンのかけら5個もらえるって感じですね。これも20人マッチングですね。あ、金が絶対ポイントもらえるんだけど、あれだね、もう内側にあるから、一回行って戻ってこないといけないみたいなことか。難しいね。あれはちょっとリスキーだな。あ、取った人いるね。さっきはなんかね、取りに行き過ぎた気がするんだね。てか、これあれか、棒の後ろからこうやって追いかけながら、ジャンプしてたらなんか取れんじゃね？ふふ。うら、オッケー取れた！金取れた！オッケーオッケー。こうやって追っかけていきゃいいんだよね、多分ね。で、多分残ることを大事にしないといけないと思うんで、ボール追っかけていって、そうそうそう。で、はいはい、ここでジャンプする。いて。危ない、これ危ない。いや、ちょっと待って。ガチか！あー、失敗した。失敗したわ、普通に。また夢中になっちゃった。でも、なんとなく分かったコツは。ってことで、もう一回チャレンジするわ。はい、またジャンプクラブですね。で、今度は、さっきね、やっぱりちょっと取りに行こうとしちゃってて、時間たっぷりあるんだから、もう普通にこの一本の棒を安定で抜けていくって感じにするわ。まあ最初は棒の後ろ追いかけていってっていうね、いつものやり方で、やれば多分何の問題もないと思うんだよね。時間が1分半あるから、そういう意味で多分協力してっていうことなんだろうね。時間はいっぱいあるから、ゆっくりやってこうよっていう話なんだと思います。あ、出てこなくね？え？おい！おい！出てこないじゃん！何このバグ？え？どういうこと？どういうこと？僕だけ出てないのかな？いや、でも明らかになんかあれだもんな。みんなジャンプ諦めてるもんな。何これ？これクリアしたらどうなんの？これクリアしてみる？普通に。いや、でも普通にクリアしても意味ないよね、多分ね。どんどん続々抜けていってるから、まあ最後まで残ってみよっか。じゃあね、残ってみます。あ、普通に掴まれて落ちました。なんで掴む、なんで落とすの。みんなで一緒に残ればよかったじゃん。これどうなんだろうね、全員失敗になるのかな、優勝者なしみたいになるのかな。一応見届けたいと思います。なぜかね、
あ、これで3人だけ残って。あ、で、このドゥルルルみたいな2回戦とかあるの？これ。落ちて、0人がクリア。あ、もうやめるしか選択肢ないんだ。とどまるもないもんね。いや、これはめちゃくちゃバグってる気がするな。 出てこない。ちょっと待って、普通にバグってるじゃん。じゃあ、あれはまあ完全に出てこなかったね。僕だけ出てきてないとかじゃなくて、全員出てなかったんで、いや、これ嫌だね、このバグ、普通に。ということで、仕切り直してね、もう一回やっていきたいと思います。はい、来ました。なんと、雪玉サバイバル、新しいやつ来たね。何種類あるんだろうね、これ。今のところ、ロールアウトとジャンプクラブと、そして雪玉サバイバルですね。これ、雪玉1個であってくれよ。雪玉2個だと、普通に、そもそも生き残るのが難しいんだけど。そんな、厳しいことしないでくださいね。これ、どっち、こっちから出るのかな？雪玉が、あ、出てくるでしょ？で、2個じゃん！マジ？ 2 個は普通にむずいって、生き残れないよ。現状3個。なんかこれ協力してって書いてあるけど、協力どうこうの問題じゃないじゃん、もう。そもそも残れないですって。こんなの。危ない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 。そもそもが無理であって。 これクリアできる人いるの？これむずくない？普通にこれ危ない。7個待って、もう1分切ってる。一応これ取るか。あそこに金があるけど取れないよな、あんなのな。あんなの取れるわけない。最後だね。だから最後。あれ、金って何ポイントなんだろう、そもそも。やべえ、落ちる！おーい！ 無理だって、こんなの。 誰がクリアできんの、これ。はい、来ました。ロールアウトですね。僕がクリアできるとしたら、多分このロールアウトかジャンプショーダウンなんだと思います。ちょっと雪玉はそもそもが苦手なんで、やっていきたいと思います。で、ちょっとキワはやっぱり攻めない方がいいな。で、どうせ抜けていってくれるから、クリアしたい人はね。クリアしたい人は抜けていってくれるから、このキワはやっぱ難しいよ。このキワキワのところは。いや、でも普通に生き残ろうとしてても取れないんだよな、確実に。危ない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 。ガチで普通に危ない。まあでも、なんか掴んで落としてくるみたいな人は多分いないと思うから。あ、これ取れるんじゃない？金取る。そうそう、こうやってね、地道に地道に行きましょう。これ取りたいけどな。普通に難しいんだよな。危ない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 。ガチでむずい。でも、今だ7個しか取ってないからね。ちょっとこれ取りたいな。むずい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 。普通に難しいです。反対側ちょっと取るのむずいな。こっち側だな、取るとしたら。これも取って、あの金取りたいな。あの金を取って、あ、やばい、こけちゃった。もう無理なんだけど、もう無理だ、もうクリアできないよ、こんなら。ああ、誰もクリアしてないわ、やっぱり。やっぱ、あれだね、僕が下手なわけじゃない、これ。みんなむずいんだ。20人全員落ちてるから、クリアできてないからね。はい、雪玉サバイバル。真ん中、穴なしのバージョンだね。で、多分3種類なのかな？ロールアウト、ジャンプ、なんとかなんとか、ジャンプ、なんとかなんとか、そう。と、この雪玉サバイバル。3種類なのかもしんない。ただ、これそもそも生き残るのが難しいからね。雪玉1個になってくれないかな。いて！いて！やばい、落ちる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 。さあ、危ない！ クリアできる気がしないんだけど、そもそも難しいんだけど、雪玉でいっぱいいっぱいなんだけど、これどうやってクリアすんの、マジで。雪玉サバイバルが上手い人じゃないとそもそも無理じゃない？こんなの、僕含めさ、初心者系はもう無理でしょ、絶対。スイッチから始めた人で、こういうの簡単にパンパン安定していける人いんのかな？
絶対無理だよ。もう雪玉を避けることはできるよ。なんとかね、この真ん中穴なしバージョンだから、追ってりゃできるんだけど、取れないよ、そもそも。そんな余裕がないですけど。でも生き残るか、とりあえず。とりあえず生き残ろう。でも6個しか取れてないから、このままじゃ、失敗になるんだけどね。クリアしてる人が、あ、やった。まあちょっと確認するか、クリアできてる人いるかどうか。誰もクリアできてないじゃん。難易度設定絶対ミスってんじゃないのこれ。多分さっきから誰もクリアできてないけど。はい、ジャンプクラブですね。多分雪玉サバイバー絶対無理だから、僕がいけるとしたらこれだと思ったけど、フルーツが出てくるバージョンだねこれ。ってことは、多分、あれだね。うろうろしない方がいいな、多分。この辺りで、ジャンプして、待っとくのがいいんじゃないでしょうか。フルーツが来ちゃうからね。危ない危ない、フルーツに押し出される。もう3個は一応取れてるからね。フルーツ。はい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 。あ、これ、全然可能性あるな。1本だもんね。バーは1本だから、バーはしっかり見て、あとはもう適当にジャンプしよう。バーだけ見る。バーだけ見て、あとはジャンプする。そう。まあ、そのあたり、うろうろしてジャンプして、バーをしっかり見る。これでいきます。この作戦で。このプランニングでいきます。金は何ポイントなんだろうね。あ、やった危ね。金のポイントによってはね、狙いに行ってもいいんだけど。全然危ない、やばい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 、おお耐えた、危ない、これ危ない、おちょっと普通にもう難しい、もう難しい、僕にはもう難しいです。僕にはもう難しい、いっぱいいっぱいです。あの金取って終わるか、あ金取りたかった、ちょっとだったのに、金取ったらいけてたね。これだ、ジャンプショーダウンだ、可能性ある、これは確かに行きやすいわ。あ、クリアした人いるから。ちょっとこれを狙っていくわ。もう、雪玉サバイバルとか多分もう無理です。これで1位取って終わります。はい、ジャンプクラブ来ました。しかもフルーツなし。これだ。これをもう、何？ジャン、バーをちゃんと飛び越えることだけ考えて立ち回ります。あ、もう持ってる人いるわ。持った上でこれやるのすごいな。金のグローブね、今持ってた人がいたんだけど、持ってたらこれもう絶対やらないわ。なんか楽しくないんだけど、全然楽しくないんだけど、まあ多分自分が単純にできないから楽しくないだけなんだけどね。できりゃ楽しいとは思うんだけど、ジャンプしながらあそこをこれ飛び越えて OK で、またバーを追いながら、まあ、そろそろジャンプモードに入ろうかな。そろそろジャンプモード。この金欲しいな。あ、無理。全然無理です。かすりもしなかったね。あ、これちょっとむずいな。普通に難しい。危ない。はい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 。あ、金取ったね。12個でしょ？どれぐらいなんだろう。人があんまりいないところに行った方がいいよね、絶対。そろそろちょっと意識したい。時間もあんまないな、時間。ちょっと待って、これ取って、一気に取って、危ない。あの金とか狙いに行かないともう無理なんじゃない？普通に。おっしゃ、入った！やった！ギリギリ、あと2秒だった。最後まで残ってればジャンプショーダウンは行きやすいね。ああ、よかった。行った。まあ、行けたらやっぱ嬉しいから楽しくなってくるのかな。慣れなのかな、これは。はい、ということで、なんとか1回勝てました。ただこれを10回勝たないと、金のグローブはね、ゲットできないということで。もしかしたら無理かもしれないです。なんか、いいやり方とかあったらね、ぜひぜひ教えてほしいですね。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。